青コーナーより全日本プロレス石狩太一入場。さあ、ジュニア先生への殴り込みを目指します。この男、石狩太一が入ってまいります。赤コーナーよりプロレスリングノア鈴木小太郎入場。さあ、ジュニア戦線に一気に殴り込みを果たしてまいりました。鈴木小太郎の入場であります。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス177センチ、85キロ、石狩太一。赤コーナープロレスリングノア173センチ、84キロ、鈴木小太郎。小太郎。レフリー西永修一。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。バットキャッチした。ネックロックに捉えます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。逆に振り返してドロップキックであります。組み合います。投げてまいります。抱えます。強烈であります。 DDT。 まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。キング攻撃を担います。メキシカン式の締めを見せてまいります。掴んだ。ハンマーを振りかざします。さあ、若さあふれるノアジュニアの一番星でありますこの鈴木小太郎、師匠三沢が名付けたそのリングネーム通りに戦いの和太鼓を今宵も高らかに鳴らしてくれるのか。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。おっと、逆に捉えた。このあたり決まり具合はいかがですか？まだこれは入ってないですね。そうですか。肘を打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。ブロックします。相手を挑発してまいります。ブレーンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。行くのか。ロープに飛ばした。ドロップキック。スタンディングを取らせます。ロックアップ。ロープ、ブレイク。いや、バット、キャッチした。レッグロックに持っていった。行くのか。グラウンドでの攻防に持っていきます。いや、蹴ってまいります。
ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。ラフ殺法に転じます。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。ホイップしてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。ガードします。腰を落とします。エルボーで返します。膝を狙ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。倒してまいります。肩をつけます。カウント2で返します。あっと逆に捉えた。エルボー、あっとホイップしてまいります。カウントが入ります。ロープに逃れました。組み合います。切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。逆に返します。腕を回します。返し技、冴えてますね。今のはよく読んでましたね。あっと返します。ガードします。ボールに入ります。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。打ち込んでまいります。行くのか。こうやってプロとして戦っていく中で、フリップインはものすごく大切な部分なんですよ。この一つでシャッフルが取れるって言ってもいいぐらいですからね。ああ、なるほど。ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですね。ここは戻ります。腕を取ります。あっと返した。テンミンファイ、首根っこを掴んだ。マッキーに回った。エルボーで切り返す。重いですね、一発が。このポーズ、なんとドロップキック。ガードした。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。コーナーに振って、反撃するならここですね。ヘッカー突破口を見つけたいですね。いけるか。倒していった。スリーパーホールド。腕を取った。あっと逆に返した。頭を掴んでエルボーを入れていく。あっと逆に切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク。組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。エルボー強烈。ガジッと組み合った。あっと組み合った。ガジェット組み合った。正面から投げを見舞った。立たせていく。バックを取って持ってった。ジャーマーブリッジする。カウント 2.98。 これでも決まりません。そのまま足を決めていった。フライングバスターで叩きつける。そのまま体が止め、ロープに逃れました。あと逆にキック、引き起こす。エルボー。15分経過。組み合った。15分経過。コーナーに振った。ブランケンをさせない。起こした。腰に手を回す。ジャーマー。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ブロックした。
ストッピング、抱き起こす、バックに回った、ジャーマーカウント 2.8、 そうは今夜は下ろしません。エルボー速射砲、首根っこを掴んだ、あとバックに回った、裏剣なら固める、カウント 2.98、 もう泣いている女の子もいます。エルボーを打ち込む、放っていくのか、ライダーキック、カバーの体勢、ここでロープブレイク、ブロックした、ドロップキック強烈、いけるか、対角線に飛ばした、さあサバイバルはどっちなんだ、この戦いのジャングル、密林の王となるのはどっちなんだ、絞り上げる強烈、ガードした、起こした、バックを取って、バックドロップ、岩石砕け散る、気合を入れた、あとうまく切り返した、トップロープを狙う、高々と抱え上げてそのまま真下に落とした、強烈に決めていった、ガジェット組み合った、正面から投げていった、サンセットフリップ立たせていく、あと裏からなら20分経過、コーナーより01山笠ジェットしんすけ入場。さあ期待の星でありますこの男、限界の飛び魚山笠ジェットしんすけが入ってまいりました。赤コーナーよりプロレスリングノア桃田光雄入場。さあ6時半の男、桃田光雄が入ってまいりました。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01ジェット180センチ94キロ山笠、山笠ジェットシンスケ、ジェット赤コーナープロレスリングノア173センチ100キロ桃田三つ桃田、レフリー穂永則夫。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、踏みつけてまいります、掴んだ、張ってまいります、
腰を落とします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか、行くのか、テイクダウン、キーロック、ショートアームシザース、ガードします。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ロックアップ、ロープに振ってバックに回ります。あこの辺りでじっくり展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね、返してまいります。フロントからのキック、こういうね体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。あーなるほど、ドロップキックであります。組み合います、ロープに振った、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね、フライングメイヤーで倒します。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。またまた効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。逆さ押さえ込みで丸める、いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。クラシカルな技を繰り出してまいります。あっとキャッチした。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。ブロックします。ストンピングです。組みに行きます。バット返します。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。ブロックします。回転してまいります。サンセットフリップ、逆に返します。腕を捉えます。腕を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。腰を落として逆片指固めの体勢です。組みに行きます。ヘッドロックで締め上げてまいります。抱えます。ハンマーを振りかざします。キックを打っていきます。いやらしい攻めを見せてまいります。蹴ってまいります。腕をフックします。抜けてまいります。ロックアップ、切り返します。スタンディングを取らせます。小脇に抱えます。ニークラッシャー、膝クラキであります。カウント2で返します。抱えます。あとリバースで返してまいります。引き起こします。腰を落とします。バックからスリーパーに入ります。掴みます。させません。腰を落とします。リバースで返します。打ち込んでまいります。腕を取ります。逆に返した。奥歯を噛みしめた。リバースで切り返した。10分経過、10ミニファイル、腕を取った。あと逆に切り返した。腕を壊しに行った。小股に挟んだ。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。小脇に抱えた。抱え上げた。バックアタック。
ピットルヒャドリルホールパイルドライバー立たせていくバックを取って、後頭部がひねを上げるバックトラップうまく切り返した小脇に抱えたバックドロップ岩石砕け散るストッピング起こしたジャーマーロープブレイクロープブレイク組み合ったロープに振ってそのまま浴びせてまいります逆エブで一気に反り上げるここでロープブレイク水平打ち引き起こすバックドロップ完工抱き起こすバックを取って後頭部が悲鳴を上げるバックドロップここが本当のとこですねそうですねこっからはお互いに精神力の勝負ですよガジェット組み合った強烈に締め上げる小包み固めスモールパッケージトゥーカウントすごい顔で打つハンマーを振りかざすいけるかすごい形相で締め上げていくストッピング強烈強烈逆エビ固め読んでいますまさに読み切り小説ロープに逃れました抜くのかパイルドライバーがぐさりと突き刺さったさあ世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在でありますカウント 2.80 いけるかあとうまく切り返した2カウントまだ足りません攻めてる方ももうかなりきついと思いますよはいあと逆に丸めていったカウント 2.98 ピッコルヒャハンマー気味のパンチバックに回ったジャーマー綺麗な人間鏡うわー危ないカウント2であります組み合った逆に振り返したナタのようなチョップ腰にバットスクールボーイで丸めるカウント3つカウント3つ入りましたコーナーより石井智弘黒毛和牛太入場さあ1たす1が3にも4にもなる交代今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうかコーナーより中島克彦バンサックアシッド入場さあ強烈なユニットが結成されましたその姿を今表しますまあま
勝彦タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー180cm 113キロ黒毛和牛太和牛太172cm 91キロ石井け石井智弘石井赤コーナーアシッド180cm 90kg アシッドバンサックアシッドアシッドでアシッド175cm 82kg 中島勝彦レフリー、タイガー服部石井沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。馬乗りからナックルを入れていく、下から返してまいります。パンチで返します。させません、させません。抜けてまいります。エルボー蹴ってまいります。蹴りをぶち込みます。おっと逆に捉えた。バックをと逆に返します。ストンピング蹴りつけてまいります。行くのか。さあまさに技の絵巻を見るような佇まいであります。ありますロックアップ返してまいります。ラフ殺法に転じます。組み合います。ロープに振った。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。エルボーでブロック、組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ストンピングです。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。あとリバースで返してまいります。さあタッチコーナーに登ってリングに戻ります。強烈
たせていく。腰に手を回した。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。いけるか。コーナーに振った。あと迎撃した。
1たす1が3にも4にもなる高タッグ。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーより池田大輔スコーピオン入場。さあ、1たす1が3にも4にもなる高タッグ。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。60分一本勝負を行います。青コーナー181センチ102キロ山本和志。181センチ102キロ本間智明。山本。赤コーナー185センチ100キロ。スコーピオ。スコーピオ。180センチ105キロ。池田大輔。レフリー阿部慎介。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ。顔面を狙ってまいります。腰をさせません。張ってまいります。抱えます。ボディスラム、ストンピングを叩き込んでまいります。腰を落とします。耐えます。組み合います。逆に返します。ニードロップ、ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。エルボー、強烈なキックです。エルボードロップ落としてまいります。掴みます。キックで返します。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。うれしい逆十字の体勢。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。おっと、逆に捉えた。バックを取ります。後頭部返事。スイッチしてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りを見舞ってまいります。ラフ三方に転じます。フロントからのキック。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、行くのか。逆に振り返した。パンチで返します。ガードします。蹴ってまいります。腕
ち込んでまいります。組みに行きます。切り返します。ストンピングです。あっとエルボーブロックします。ブロックします。あっとラリアット。足を狙ってまいります。足攻めに転じます。リング内に戻ります。エルボーを入れていきます。ローを打ってまいります。延髄切り。膝を狙ってまいります。リング下に降ります。あっとキャッチした。狂気攻撃だ。あっと狂気攻撃。ロックアップ倒してまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。ロープに振ってラリアット投げ倒し。
した、ガードした、フィニッシュに行くのか、引き起こす、このポーズ、ドロップキック、いけるか、バット逆に返した、足を殺していった、決めていった、バットキャッチした、切り返した、135キロ、ザ・グラジエーター、185センチ、120キロ、太陽ケア、グラジー、赤コーナークレイジードッグス、175センチ、108キロ、ヒロー、ヒロー斉藤、ヒロさん、177センチ、110キロ、小原道義、レフリー、
ヒーロー田山正雄。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。コーナーに振った、カウンターで返します。空中戦を狙いそうだ。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。逆エビ固めに移行してまいります。抱えます。キックを打っていきます。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。気合を入れてまいります。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター、このポーズです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。このポーズです。ロックアップ、パンチで返します。ブレンバスターに取ります。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーの力量ですからね。なるほど、そうですよね。蹴りを見舞ってまいります。グーを打ち込みます。ハンマーが襲ってまいります。掴みます。ハンマーを振りかざします。乾いた音が館内に響きます。この辺り決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。フロントからのキック、掴んだ。キックで返します。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。気合を入れてまいります。気合を入れてまいります。ロープブレイクです。組み合います。逆に投げてまいります。起こしてまいります。ハンマーが襲ってまいります。ここでタッチです。ロックアップ、バット返します。エルボー抱えます。エルボーで返します。サイドを抱えます。リングっていうのはね、倒れた時にものすごい音がしますけど、リングの真ん中あたりが支えの鉄柱が入っているんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なんですね。エルボードロップ落としてまいります。組みに行きます。逆に返します。ラフ殺法に転じます。リング上はキャメルクラッチの体勢です。組み合います。ロープに振った。行くのか。かわず掛けで倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。相手を挑発してまいります。組みに行きます。切り返します。腰を落として逆片エビ固めの体勢です。蹴ってまいります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。館内もどよめいてますね。そうですね、
こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。腰を落として逆エビ固めの体勢です。10分経過、10ミリパーエルボーを入れていきます。あっとエルボーストンピングです。スイッチしてまいります。ガードします。タックルでぶちかまします。エルボーでブロック。腰を落とします。リバースで返します。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。行くのか。巻き投げで切り返します。ロープに逃れました。フロントに捉えます。させません。うれしいに取ります。ロープブレイク。掴みます。打たせません。蹴ってまいります。組み合います。返してまいります。膝十字固めに持ってまいります。エビに固める。3つ入ります。打ってる方も辛いはずですよ。はい。あと逆に投げていった。ピッコルヒャアッサムボムで叩きつける。ロープブレイク、ロープブレイク。さあタッチ。強烈ピック攻撃。ここでロープブレイク。カバーの体勢。肩が上がります。ノーザー行くのか。あっと逆に蹴っていった。15分経過、15ミリパー。ロープに逃れました。腕を回した。あっとストマックの当たり。逆水平、首根っこを掴んだ。エンジン蹴り、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。あっとチョーク攻撃。すごい顔で打つ。腕をフックした。
ブレンバスターで切り返した。ガードした。中身の濃い水田の濃い組み試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。コーナーに振って反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。頭を掴んで、今側頭ですね。後頭部痛打か。コブラクラッチに取った。コブラクラッチスーパーキス。抱き起こす。組み合った。すごい形相で締め上げていく。雄たけびを上げた。あとうまく切り返した。片指に持ち込む。ボールを返します。いけるか。あっと切り返した。ストッピング強烈。立たせていく。コブラクラッチの体勢。コブラクラッチ投げっぱなし。抱き起こす。そのままボムで叩きつけた。ロープブレイク。一気稼いでいく。あと逆にキック。コーナーより飯塚隆入場。魔性のスリーパーが火を吹くのか。さあ飯塚隆が入場であります。コーナーよりマイク・バートン入場。さあゴールデンレフトがうなりを上げるのか。マイク・バートンが入ってまいりました。Bye!
トンさん。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー181センチ105キロ飯塚たかし。バートンさん。赤コーナー194センチ120キロバートンさん。マイクバートン。レフリーレッドシューズ運動。さあ運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。投げてまいります。行くのか、逆に振り返して。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言いませんね。ああそうですか。コーナーに振った、ドロップキック、おっと逆に捉えた、顔面を捉えます。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あそうですか。レッグロックに持っていった、最強外人の座を虎視眈々と狙ってまいります。マイク・バート、幾多の相手を沈めてきた必殺のゴールデンレフトは今宵も輝きを見せるのでありましょうか。組み合います、フライングメイヤー、アキレス腱固めに入ります。逆スイープ、こういう打撃系の技はね、これはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、足を抱えます、レッグロックに捉えます。ブロックします、ガードします、ストンピングを叩き込んでまいります。足を取ります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイク。あっと、キャッチした。足を狙ってまいります。エルボー、ロックアップ。巻き投げで切り返します。掴んだ。キックで返します。蹴ってまいります、組みに行きます、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか、ロープに飛ばした、ドロップキックであります。逆水平を打っていきます、組み合います、倒してまいります、ラフサッポーに転じます、スタンディングを取らせます、ドロップキックを放ってまいります、組みに行きます、逆に返します、そのまま絞り上げます、フロントからのキック、腕を取った、エルボーで返します、フルネルソンに取ります、バックに回ります、させません、ロックアップ、あと返します、腕を回します。この辺りのグランドサッポーなんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あそうですか。
っとキャッチした。あっと円錐切り。あっとチョークスリーパーか。いけるか。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。組み合った。あっと逆に投げていった。足を殺していった。エルボーを入れていく。ガジェット組み合った。ビクトル式に持っていった。ノックブレイク。10分経過。ヘンリーそのまま腕を取った。岩壁の母の胸に抱かれました。出すのか。エルボーで切り返す。打点の高いドロップキック。エルボードロップ強烈。ブロックした。立たせていく。エルボーで返す。ここで持っていくのか。トップロープを奪う。トップロープから飛んでいった。腰に手を回す。あっと返した。引き起こす。バックを取って足を取って切り返した。組み合った。逆に振り返した。ゴールデンリフトが突き刺さった。ドロップキック強烈。そのままアンクルホールドに持っていった。いけるか。サンボリューで決めていった。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。アキレス腱を決めにいった。いけるか。ロープに飛ばした。そのまま倒していった。スリーパー上手に入った。ピッコルヒャー。あと逆に返した。ストッピング強烈。起こした。バックに回った。チョークスリーパー。ここでノックブレイク。組み合った。コーナーに振った。あっ逆にパンチ。腕を振った。あっ逆に切り返した。技の仕掛けが早いですね。勝ちにいってますね。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。ジャンピングエルボー。あとうまく切り返した。強烈タックル。ストンピングを叩き込む。バックに回った。エルボーで返す。わーゴールデンレフト。抱き起こす。コーナーに登ってダイビングしてるショルダー。腰に手を回した。エルボーで切り返す。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。一気に両立するのか。引き起こす。綺麗に入りましたよ。首をかっていったか。放っていくのか。リングに戻ります。ガードした。フィニッシュに行くのか。ロープに逃れました。抱えた。おっと外した。蹴っていった。腕を回した。あっと腕を取った。ロープブレイク。いけるか。コーナーに振ってエルボー。
ました。足を取っ、バックを取ってチョークスリーパー落とすのか。ここでロープブレイク、小股に挟んだ、きたー。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。ハンマーパンチ強烈、一気稼いでいく。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。体を預ける、完璧の母の胸に抱かれました。エルボーを打ち込む。さあ腕しぎの体勢だ。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。蹴り上げていく、ガチッと組み合った。あっとそのまま後ろに落としていった。フィニッシュ宣言か。奥歯を噛みしめた。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。ロープに逃れました。足を抱えた。させません。裏投げに捉えた。裏投げ、センスが開かれた。起こした、バックに回った。チョークで締め上げる。ここでロープブレイク、組み合った。対角線に飛ばした。カウンターが待っていた。抜くのか。来た来た、パワーバーン。カウント3つ、カウント3つ入りました。戦慄の暴走、野川優也入場。さあ柔道世界最強の称号を引っ提げ、この男がやってきた。ファイティングビースト梶田正幸入場。さあ野心ぎらつく格闘志士が入場してまいりました。野獣襲来、サムポップ入場。さあ超絶人気者、野獣が地鳴るのような大歓声に乗って入場してまいります。ハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。さあヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男気合い満点の入場シーンだ。行けよー、
行けよ。バトルロイヤル60分一本勝負を行います。頑張れ。193センチ115キロ、野川雄也。183センチ110キロ、頑張れ梶田正幸。頑張れ。200センチ170キロ、サムポップ頑張れ。オリジナルレスラー頑張れ。行けよ。レフリー山本小鉄。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。そのまま投げてまいります。バット返します。引き起こします。蹴りをぶち込みます。カバーに入ります。返してまいります。エルボー組みに行きます。切り返します。ナックルを打ち込んでまいります。ロックアップ足を狙ってまいります。行くのか。グラウンドでのスリーパーであります。逆に決めていきます。グーを打ち込みます。組み合います。パンチで返します。鋭いキックです。行くのか。ロープに飛ばした。膝へのキックです。掴んだ。させません。おっと逆に捉えた。ラリアット返してまいります。ロックアップ打たせません。組み合います。あっとそのまま投げてまいります。鉄拳を見舞います。このポールハンマーが襲ってまいります。行きます。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。逆に返します。キックを打っていきます。膝を狙ってまいります。ハンマーを振りかざします。張ります。ローを打ってまいります。ロックアップ切り返します。バックに回ります。膝を殺してまいります。ハンマースルーをさせない。蹴ってまいります。グーパンチです。打撃技で倒れることは弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。受け身を取っているというわけですね。そうですね。バッターリフトアップ。逆に返します。ストマックへの攻撃であります。ラリアットアットエルボー組み合います。返してまいります。組みに行きます。倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクです。腕をフックします。フロントからの締めを見せてまいります。ロープにブレイクしました。乾いた音が館内に響きます。キックで返します。バット返します。張ってまいります。耐えます。ここから崩していきたいですね。狙いますよ。外してまいります。行くのか。逆に投げてまいります。ストバックに突き刺さります。ロープに逃れました。打ち込んでまいります。抱えます。あとリバースで返してまいります。ロープブレイク。キックを打ってまいります。打ち込んでまいります。巻き投げで切り返します。こういうペースの持っていき方がうまいですよね。これで完全にペースを持ってきたところですよね。チェンジオブペースといったところですね。組み合います。ハイキック。ハンマースルーをさせない。キックコーナーを見舞います。バットキャッチした。ここバット逆にキック。いけるか。強烈なローだ。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。あとガブった。あー危ない危ない。組み合った。グラウンドでの膝蹴り。抱えた。決まり具合いかがですか。これはがっつり決まってますよ。あと膝を折っ立てていく。あと
下から返した、あと逆に返した、アキレス腱がダメに入った、ガチッと組み合った、ハンマースルーをさせない、フロントに捉えた、おっと竜巻谷落としか、立たせていく、エルボーで返す、足をフックしてスリーパー、ひねりの効いたバックドロップ、いけるか、そのまま投げていった、カバーの体勢、ブロックした、いい展開ですよ、はい、ストバックに突き刺さった、外した、ガードした、ドロップキック、張り手、強烈逆肩エビがため、バッと返した、腕をフックした、あと逆に捉えた、あと逆にパンチ、蹴り上げていく、ショートレンジ気味のラリアット、バッと切り返した、最後に切ったクッタ気味に入りましたよ、ブロッキー状況から抱き起こす、ピッコルヒャー、超広角の剣を必死のパーパー、ロープに逃れました、立たせていくローキック、逆に返した、足を取って切り返した、抑え込んで、ここでロープブレイク、エルボー強烈、バットキャッチした、至近距離からのラリアット、テイクダウンを奪った、気合を入れた、ストマックを狙っていく、バット外した、パワーボムハイアングル、これはすごい、抜くのか、抱かれました、タックルぶちかわし、そのままタイガタ、もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ、奥歯を噛みしめた、おっと外した、ガブリの体勢に移行した、危ない危ない、ダエンジャラスな膝蹴りだ、グラウンドでの膝蹴り即射砲、外した、キック、ガチッと組み合った、逆に振り返した、ものすごい転写道、あっとストマックのあたりカバーした、カウント 2.5、 まだまだです、あっとエルボー、カウントは入る、ロープブレイク、ガードした、バックに回った、ボディシザースとスリーパーで締め上げる、腕をフックした、させません、いけるか、ハンマースルーをさせない、抱えた、15分経過、フロントから落としていった、蹴りをぶち込む、ラリアット強烈、おたけびを上げた、起こした、肉体を躍動させる、小股に挟んだ、パワーボムハイアングル、これはすごい、引き起こす、気合を入れた、
のど輪に捉えた。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。引き起こす。肉体を躍動させる。抜くのか。パワーボムハイアング、これはすごい。カウントは入る。あるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナーダブル J 184cm 115kg 長州 AK。 赤コーナー01 186cm 102kg梶原ジョーン。レフリーマイティ井上。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。おっと逆に捉えた。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。腕を捉えます。アームロックの体勢。行くのか。グラウンドに持っていきます。掴んだ、蹴ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。キックを打っていきます。膝へのキックです。組み合います。あのですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。ああなるほど。掴みます。弓を引くナックルであります。
乾いた音が館内に響きます。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、組に行きます。そのまま倒してまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。蹴りを見まくってまいります。あっと、キャッチした。さあ、粘着質激しいこのサンミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。コーナーに振ってヘッドバットの連発を打っていきます。腕を取ります。リストを固めてまいります。抱えます。打たせません。組に行きます。ロープに振った。フロントからのキック、ブレンバスターに取ります。おっと、逆に腕を取った。ストマックを狙ってまいります。引き起こします。腕を捉えます。逆に腕を取ります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。足を取ります。パンチで返します。組み合います。コーナーに振った。ランニングしたらエルボー、ストーピングです。腕を取ります。腕攻めに転じます。腕を回します。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。行くのか。ロープに飛ばした。腰を落とします。ドリラホールパイルドライバー。リング上は悟り方の体勢です。ロックアップ、対角線に飛ばした。ストッピング、ストッピング強烈。頭を掴んでフロントキック。ここでサソリ固め、スコーピオンデスロック。ここでロープブレイク。10分経過、10ミリファン掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。バリアット強烈。さあ、いったサソリ固め。さあ、ガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。すごい顔で打つ。あと、逆に投げていった。引き起こす。バックに回った。ボディシザースとスリーパーで締め上げる。ロープに逃れました。あと、逆に脇固めで切り返す。首根っこを掴んだ。させません。いけるか。あと、逆に倒した。エビに固める。ロープブレイク、すごい音がした。組み合った。逆に返した。片エビに持ち込む。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。掴んだ。容赦のないヘッドバット攻撃。胸に抱かれました。フロントから落としていった。立たせていく。エキラリアットがうなった。さあ、サソリの毒が注入された。頭を掴んで
ッドバット連打だ。さあサソリの毒が注入された。蹴り上げていく。奥歯を噛みしめた。脳天勝ち回ったパイルドライバー。ここでサソリ固めスコーピオンデスロック。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。そのまま叩きつけていった。腕をぶん回した。15分いきなりやった。